はい。情報がね、ちょっと間違った情報を送ってしまったので、今回、ちゃんとした情報で、やっていきたいと思います。ですね、情報が誤った情報を送ってたようなので、今ね、ちゃんと真実をやると。出せれないので、ちょっとこういった小声で、やらせていただくようになります。はい、はい、じゃあね、今週載っているね、カジノルーレットの、展示台にね載っている車ですね。ちょっと待ってくださいね。操作が間違えたな。ちょっと待って。あ、大丈夫か。大丈夫かな。頭にかけちゃった。はい。今回ね、展示台に乗っている車、こちらになります。ウィジョーネという車ですね。こちらがですね、今回の展示台に乗っている車となります。はい。まあ、スペックとしては、非常に高い、
評価というかスペックだっていうのですね、ブレーキ以外ですね、高くなっておるようです。はい、かっこいい、なかなかいい区分ですね。タイムにも初めてな時があります。まず肩の力を抜いてください。あ、肩の力を抜いて、そして、構造的な曲線を少し見て、気が遠くなるほど気持ちが高ぶるものを感じる。これほど体重を持っていても、この魅力がありません。ドアが開き、シート、シートが押す場合はもう、後戻りができる。それがウェジェンの世界です。よっぽど、性能がいいと、いうふうに、よっぽど、いいんだね、これね。はい。という車で、エンジンがこれ、後ろにね、ここついてるような感じになるのではないかなと。リアエンジンですね。こちらに、もうエンジン見えてますけども、後ろに。はい。こんな感じの、今週のカジノルールとのね。はい。この、展示台ドッティング車になりますね。はい。じゃあですね、回していきましょう。ルーレット。回していきたいと思います。さあ、ね、今週当てないといけないので、これね。お金ですね。お金をやっていきましょう。はい。あ、いけるんじゃないっけ。いや、決まったなぁ。またやっちゃった。ちょっと遅すぎたなぁ。1万 RP。せめてだよ。せめて、4万ドルいってほしかったよ。もう、まあ、ここやんをもうちょっと強く回せばよかったかなという感じです。いやー、やっちゃったな。また今日も。ちょっとビジターボーナスもらって、お姉さん、こんばんは。でね、ビジターボーナス、あれ。かなりそうなんで。で、ボートリーダー。あ、しまった。センチですね、経験値だったんで、1台車売りましょう。でもね、ソロで入ってるので、俺、車がないぞ。マイカーがないよ。行っちゃった。これ、何で来たの？
もう何できたっけ。一見表示点、なんか画面酔い注意ですね。やってまーす。で、その車ですけど、真っ正。はい。あ、こっち。でね、じゃあ、車をね、売りに行きたいと思います。もうね、どんどん稼いでいかないと、少しでもね、稼いでいかないといけないので。車の在庫はね、いっぱい持ってるので、ね、車取り行く必要はないんですけども、もしここで、あっと現れたら、これを持っていこうかなと思うんだけど、出たいな。よし。あ、ガレージの車持ってきましょうか。自分が画面をしそうだな。向こうの弱くなってきた。うん、画面用意じゃん。はい。だいぶ減ってきたね。え？あ。はい。では、安全運転でね、行かないと。もうぶつけられたら終わりですから。価値が下がってしまう。ね、ここで何も、訓練の今のやつが、ルーマン島センチェルだ。ここか。センチネルか。それね、15,000ドルで、17,000ドルか。17,000ドルでね、売ることができるので、これでね、売ることができたと。はい、こんな感じでね、まあやっていこうかなと。思います。ね、まあ、今日はね、ちょっと残念ながら、金も、車も、当たりませんでしたけども、まあ、でもね、まだね、日にちはあるんで、って言うと、もう、
全部日にちなくなりますので、もう、次回はね、確実に当てていきたいなぁと思います。めちゃくちゃ画面酔い中です。画面酔い中。はい。いや、そんな感じで、また明日のね、準備っていうことで、カジノね、買っております。ね、またまあ、明日できるかどうかわかりません。で、今度ね、いつやるかわかりません。もしかしたらこのまま終わってしまう場合があります。で、まあ、気まぐれ配信ということで、これからやってます、やってますので、ね、僕のこのチャンネル気になるようでしたらね、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。YouTube はね、ご覧の方は、チャンネル登録ね、忘れずにお願いします。通知をね、オンにしといてくださいね。はい。でね、そんな感じで、今日はね、これで終わりにしたいと。また次回、お会いしましょう。あ、で、この、私、これね、この GT5 の他に、ユーロトラックシミュレーター2と、これアメリカントラックシミュレーターっていう、トラックのね、運転シミュレーターゲームもやってます。こちらもね、結構やってますので、よかったら、見てやってください。はい。じゃあ今日はここまで。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。おいだね。待ってまーす。バイバーイ。